はい、どうもこんにちは。フリーランスで映像制作とあとドラマーとして活動しております牧尾と申します。僕は普段ですね、ビデオグラファーとしていろんなところでこうカメラを回して映像を作るということを、お仕事としてフリーでやっている人間でございます。今日はですね、皆様にですねご報告があります。少し前にですねコミュニティでも投稿したんですけれども、このチャンネルがですね、ようやくというか無事というか収益化の基準達成いたしまして、収益化もスタートとなりましたので、感謝のご報告と、フリーランスが YouTube をなんでやったか、そして収益化するまでにどういうことをやったか、そしてやってどうだったかっていうことをお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まだ本当に収益化自体は始まったばっかりなので、どんなもんなんだろうというのはこれからだと思っているんですけれども、ここまでね来る上で、結構自分なりに意識してきたこととか、結果としてこうだったなとか、こういうことが良かったなとか、こういうの良くなかったなみたいなことがあるので、そういうところ全部ねお話をしていきたいと思います。今日の動画で僕のことを知っていただいた方、普段ですね映像制作だったり、カメラのことだったりとか、フリーランスのことだったりとか、少しでも楽しく生きることについてお話をしておりますので、ぜひね興味持っていただいた方、チャンネル登録いいねしていただけると幸いでございます。それでは今日も動画の本編行ってまいりましょう。スタート。はい、ということでですね、簡単にここまで収益化までの経緯をたどっていきたいと思います。大変だったかというと、実はなんかそうでもないっていうのが正直なところで、なんでかっていうと、間めっちゃ休んでたからですね、やってない時期がすごくあって、再開したのもすごく最近だったんですよ。チャンネル自体はものすごく昔からあって、2012、3年ぐらいからあって、でドラムを叩いている動画とかを大学生とかぐらいの時から上げてたんですよね。でその動画がありましたと。そのドラムの投稿で150人ぐらい登録者がいていただいている状況で、2021年の2月ぐらいなんで、ちょうど2年前ですねぐらいから映像制作の投稿っていうのを開始してますと。でその時っていうのがちょうどその映像制作の仕事も軌道に乗ってきて、その時やってた仕事を辞めるか辞めないかみたいな時期だったんですよ。で、なんかやらないとっていう感じ。少しでも発信して知ってもらわないとっていう意味で YouTube を始めたのと、あとシンプルにこう10年ぐらいバンドをやってきて、音楽で全然食えないのに映像を始めたら半年ぐらいでこうある程度の収益が上がってきたっていうところで、これなんか自分の中でもこう罪悪感じゃないですか、違和感とかがあって、なんかこの結果っていうのは皆さんにシェアしないとダメだなというか、それが自分のこう責務かなみたいな風に感じてお伝えしたいと思って1本目の動画を撮ったっていうのがなんか最初でした。はい、僕という人間がですね、スイッチ入っちゃうとこれやりたいと思ったらめちゃくちゃやってしまう人間でして、そこまでその2月から5月まで毎日投稿するという暴挙を起こしました。はい、それまでこういう喋る動画ってほぼほぼ上げてなかったのに、急に毎日投稿するっていうですね、結構そういう人間なんですよ。そこで60本ぐらい動画を出したんですよ。なんか今から思うと画質悪いなとか音悪いなとか、話してる内容とかクオリティも良くないなと思うことはいっぱいあるんですけれども、あの時にいっぱい数を出したっていうのは結構良かったなと思ってます。ちょっとこの後の経緯でそれを触れていきます。ただその5月まで3ヶ月間毎日投稿したっていう状態でも、チャンネル登録者数って300人ぐらいだったんですよ。でなんかヒットしてる動画もなくって、1本あたりの再生数も100いくかいかないかぐらいとかだったので、仕方ないのかなと思いつつ、結構こんなに厳しいんだなと思ったりもしてたし、でもそんなもんかなとも思ってました。でちょうどその5月末の段階で仕事辞めたんですよ。仕事を辞めて完全にフリーになったんですけど、完全にフリーになったっていう時点で、このなんて言うんですかね、会社を勤めながら映像やってた頃って、映像の仕事なくても会社の収入があるので別に家賃払えないっていうことはなかったんですけど、映像一本になった瞬間、こう仕事がゼロな月があると貯金から家賃払わなきゃいけなくなっちゃうので、結構焦ったんですよ。やっぱり YouTube っていう時間かかるけどすぐに収益が上がらないことをやろうっていうメンタルにちょっと慣れなくなっちゃったので、一旦やめちゃいました。でそれが2021年の5、6月ですね、6月ぐらいですね。それ以降ですねから22年の半ば頃くらい、去年の半ば頃ぐらいまでは、ちょくちょく少しずつ動画を投稿するにとどまってたんですよ。数本とかですね、とかなんか作品っぽいのちょっと上げたりとか、映像作品ですねっぽいのちょっと上げたりとかぐらいしかしてませんでした。ただでも良かったのが、そこまででかなり本数を出してたので、こう数本こうヒット動画が出てきてたんですよ。その
毎日投稿した間の動画の中の何本かですね。で、特にその僕の場合だったら動画編集スクールに通うべきっていう動画が、まあ、通算で1万再生を超えて、今1万3000とかかなまでいってるのかな。で、それを見てこうスクールに入りましたっていう相談とかもかなりいただいたりとか、したんですよ。で、動画出してないんですけど登録者数っていうのは増えていて、22年の6月末なので毎日投稿をやめた1年後ですねに登録者数1000人超えました。ここまでちょっと動画ってほとんど出してなかったんですけど、まあ GM のレンズを買ったっていう動画を確か何本か出したんですけど、まあでもそれでも本当に月1本出すか出さないかぐらいでも、1000人を超えましたと。これは多分数出してたから、こう見てくれた人が他の動画を見てこのチャンネル面白そうって登録してくれたんだろうなと思ってます。これは本当に良かったなと思いますね。なんかこう動画って生きてるんだというか、作って出したら終わりじゃなくて、出した後にどう見られていくかっていうのがまたこうその動画の人生というかが待ってるんだなと思うと結構面白いなと思いましたね。うん、1000人は超えたんですけど、でこう見てる方の中では登録者数1000人超えたら収益化だと思ってる方いらっしゃると思うんですけど、実はそれだけではなくて、1年間ですね、今日から1年前の今日までの総再生時間が4000時間見られてないと収益化にはならないです。なのでチャンネル登録者数1000人以上と1年間で4000時間以上見られているかっていう、この2本の基準があるんですが、後者がずっと達成してなかったんですよ。まあ、ヒット動画もそんなに多くなかったので、なかなか超えなくて、ずっと3200時間ぐらいをうろちょろしてた、まあ、4分の3ぐらいですねをうろちょろしてたっていう感じでした。本格的に動画投稿を再開したのが22年、昨年末ですね、11月末からちょうどあのワールドカップをやってた頃ですねに投稿を再開しました。で、そこからですね、あの定期的にまた急にちょっと多分スイッチが入ったので投稿を再開して、ここからこの1月末までの間に30本少し投稿をしてます。なんで2日に1遍ペースぐらいですね投稿をしました。まあ、それでも最初の方の総再生時間の上昇っていうのは結構ビビたるもので、数週間経って100時間上がるみたいな感じだったので、まあ、あの11月から始めて年末の段階でようやく3500、600とかそれぐらいだった記憶ですねっていう感じになってました。で、1月半ば頃に、ようやく3800時間ぐらいまで来て、あ、これはぼちぼちいきそうだなってなったところで、ルミックスの S5 Mark II の動画を出したんですけど、その動画があの僕の動画としては初動としてはぐっと伸びが良くてですね、結果的にそこからその動画出してから4日間で、あと200時間をバーンって埋めて収益化基準を達成しました。今多分ね4500とかまでいってるので、まあ多分そのルミックスの動画とあと Mac の動画が結構引っ張ってくれてるっていう感じですね。マキオチャンネル、収益化を達成する上で自分が大事だなと思ったことっていうのをちょっとお話ししていきたいと思います。まずはヒット動画埋めるかどうかが全てだなと思いました。なんかこう普段投稿している動画って収益化までの基準に寄与してないとは言わないですけど、そんなに大きな影響ないなと思っていて、やっぱりヒットした動画がガッて全部引っ張ってる。例えば僕の場合だったらその動画編集スクールに通うべきっていう動画だけでチャンネル登録者数も多分数百人って入ってるんですよ、僕の1500人の登録者数のうち。なんで今見ていただいている方も多分あの動画から見たっていう方多いと思うんですけど、それぐらい、1本の動画がヒットするかどうかっていうのがめっちゃ大事だなっていうふうに感じてます。で、何がヒットするかって、まあ、ある程度その研究すれば見えてくることもあるとは思うんですけど、 YouTube のアルゴリズムもあって分かんないなと思うんですよ。すごく検索に引っかかる時事的なもの、例えば僕だったらそのルミックスの動画とかに関しては初動で検索で引っかかってグンと伸びることもあって、そこからこうおすすめに乗るってこともあると思うんですけど、あんまりそういう時事的じゃないネタの動画の場合って多分ね、 YouTube がアルゴリズムでおすすめし出すのって数ヶ月かかる感じなんですよ。僕たちみたいなまだ無名のチャンネルって出して数ヶ月後にグーンと伸び始めるってい こうグラフを出したりとかするので、そこまでは多分 YouTube がこうこの動画のポテンシャルを見てるというか、おすすめしたら伸びるかどうかを見て、この動画伸びんじゃないって YouTube のアルゴリズムが判断したらガーンとおすすめされるみたいな傾向があるので、こうそこまで諦めずに続けられるか待てるかどうかっていうのが重要なんじゃないかなというふうに、思いました。本当にね、その動画編集のスクール通うべきっていう動画出してる時も、あの動画もとも最初って数十再生とかだったんですよ。で、他の動画も全部数十再生みたいな並んでて、僕にあの動画特にこう何か思ってたわけじゃないんですけど、本当になんか1年とかしてから急にガーンって伸び始めたんですよね。なんかそういうのって結構あるみたいなので、結構根気はいるなと思いました。で、僕も結構こう市場調査とかをこう YouTube 上でやるんですけど、どういう動画が伸びてるのかとか、自分のチャンネルと近い登録者数で伸びてる動画ってどんななんだろうとか調べたりするんですけど、最近出てきたのが 2.5 万円の部屋で暮らす女性の方のチャンネル
ほぼ同い年だったんですけど、があって、で収益化しましたみたいな動画の報告を2ヶ月ぐらい前にされてらっしゃったんですけど、今見ると登録者数すでに何万人って言ってたんですよ。でなんでかなと思って見てみると、数ヶ月前に出してた 2.5 万円の部屋のルームツアーっていう動画がすごいバズって数十万再生とかいってたんですよね。で多分それで登録収益化までもガーンっていって、登録者数もガーンって増えてるんだなっていう風な、多分そうだと思うんですよ。で動画とかも見させていただいたんですけど、ご本人も言ってらっしゃって、そもそも1年3、4ヶ月は収益化しない状態でずっと頑張ってきて、あの動画がバズりましたみたいな風におっしゃられて、いたって思うと、なんかすごい夢あるなと思いましたね。多分あの方も収益化する 2、3 ヶ月前までは登録者数1000人とかで、でも1ヶ月で1万人とか多分増えてるっぽいんですよね。って考えると夢あるし、僕もなんかその継続してたらそのチャンスは十分あるんだろうなというのは感じているので、すごく面白いなと思ってますし、今回は頑張って続けたいと思ってます。はい。でそんなまあフリーランスがこう YouTube やってよかったなっていうことって、少し前 の自分がこう去年売り上げ1000万超えるまでにやったことみたいな動画の中でも喋ったんですけど、仕事がめっちゃやりやすくなります。この前も初めての映像制作会社さんとお話をしたんですけど、多分社長が結構息のいい方というか、なんかすごい素敵な方で、ズームでお話しするタイミングでもう僕の動画とか結構見てらっしゃったんですよ。でなんかこういう話してらっしゃいましたけどみたいなこと言っていただいたりとかして、それって多分 YouTube やってるからだと思うんですよ。多分ブログとかだったらそこまでいかないと思うんですよ。 Twitter、Instagram でも多分君 Twitter やってるんだねとかは多分ならなくて、やっぱりまだ YouTube ってやってる人少ないし、まあ YouTube を開くとやってる人多いなと思うと思うんですけど、世の中で見ると YouTube をやってる人とか YouTube やってる OL とか、僕の場合だったら YouTube やってるフリーランスとかって多分多くない、そういう子掛け合わせて考えると多くないと思うんですよ。初回のお話で、あなた YouTube やってるんですねみたいなことになることが結構多いんですよ。でその時点で相手は少し、相手というかまあそのクライアントさんだったりとかお話し相手の方は通常よりちょっと僕に興味持っていただいている状態で話し始まるじゃないですか。それってだいぶ僕としてはやっぱり仕事やりやすくて、 YouTube やってる人なんですねって声かけていただくか、あのこいつはどのくらいのレベルのフリーランスなんだろうっていう、こう探られるかだったら、やっぱ前者の方が圧倒的に話ってしやすいはずなんですよ。っていう意味で僕は YouTube やってすごい良かったなっていう風に思ってます。うん。あとはなんかこう知らない人から連絡いただくこととかも増えたので、まあ特にその動画スクールの話が伸びたので動画のスクール入ること決めましたみたいなご連絡とかいただくこともあったりとかして、ちょっと全部の方にお返しできてないのでは恐縮なんですけれども、なんかそういうのもすごく嬉しいなっていう風に思ってます。あとは全然こうチャンネル登録者数1500人ぐらいでも、カメラマンが集まるところに行ったりとかすると、あもしかして YouTube やってますみたいなことをこう言っていただけたこともあったりとかしたので、それもなんかちょっとプチ有名人になったみたいな気持ちがあったりとかして、それはちょっとね嬉しかったですね。で一方で YouTube で食ってくっていうのはだいぶむずいと思います。というか相当考えてやらないと YouTube だけで食ってくっていうのは難しいんじゃないかなと思ってってますね。例えばじゃあ僕みたいな映像系のジャンルの人が YouTube で食っていくところを目指すってだいぶむずいと思っていて、なんでかっていうと YouTube という世界の中で映像制作に興味があって見てる人って多分めちゃくちゃ少ないんですよ。こうやってあの YouTube の検索ワードとかって調べることできたりするんですけど、めっちゃ少なくて、僕たちみたいなジャンルで登録者数10万人いる人ってほとんどいないじゃないですか。多分ケイスケさんとかオグジャウトさんぐらい、他の方って多分3万人とかが多くて、多分その辺がある程度やっていける限界だと思ってて、僕も多分1万いけたらいいなって思ってるぐらいなんですよ。なので1万人の登録者で食っていけるかってだいぶ厳しいと思うんですよね。具体的な数字でいくと多分 4、5 万ぐらい YouTube で収益が出たらまあ十分だと思ってて、そこ目指してるんですけど、来ていこうと思うとまあ30とか40とか欲しいじゃないですか。ってなるとかなり厳しいのかなと感覚としては思ってます。なんでこう YouTube で食っていきたいっていう人って、だからそのボリュームが少ないカメラのハウツーとか動画編集のハウツーより、そういう動画編集とかしてる人の日常がどんなのかみたいな動画の方が伸びるんじゃないかなと、いわゆる Vlog ってやつですねっていう気がしますね。なんかそういう人だったら視聴者層広がるというか、ハウツーってやっぱじゃあ僕もカメラの設定の仕方とかってカメラの設定を知りたい人しか見ないので、多分どんだけ伸びても 2,30 万いけば、まあ、10万とかいけば大ヒット動画だと思うんですよ。でも独身カメラマンの日常とかだったらなんかもうちょっと見る人いるんじゃないかなとか、僕がちょっと前についつい見ちゃったのはあの社畜の人の Vlog とか、別に映像もそんなに凝ってないし、多分スマホとかで撮ってるような映像なんですけど、
なんかその生々しさみたいなのが面白かった。なんか多分 YouTube の良さってそっちにあるなと思ってて、美しい映像を見るというより、その一般人のリアルみたいなところが受ける気がするので、なんか YouTube で食いたいっていう人はジャンル選びすごい大事だなと思ってます。やっぱ伸びないジャンルやって食えるところまではいけないと思うので、なんか副業とかお小遣いだったらいいと思うんですけどね。僕ね Vlog 苦手なんですよ。なんか何本か試しに上げてみてるのあるんですけど、なんかその僕も見ててこうグッとくる動画じゃないなと思ってて、これも一種のセンスなのかなとかわかんないですけど、まあ、もうちょっとまた試してみたいなと思ってるんですけどね。はい、ということで今日の話をまとめると、まあ、YouTube やるのはやっぱ結局相当根気はいるよっていうのはまあ事実かなと思います。お伝えした通り、結果出るのに数ヶ月とか、そのアルゴリズムになるのに数ヶ月はかかるので、そもそもそこまでやっていかなきゃいけないし、でもそこまでやっていけば1本伸びた時にそれにやっぱ引きずられるように伸びていったりする動画もあるので、まあ、そこの根気みたいなのがすごく大事だなと思いました。はい、僕は一旦やめちゃったので、多分昔登録してくれた視聴者の人とかって今見てない人多分めっちゃいると思うんですよ。なんで僕って登録者の割に再生って全然伸びてないんですよね。多分1500人ぐらいいるチャンネルだったら毎動画1000ぐらい行ってもいいと思うんですけど、僕の場合やっぱ数百とかで止まるので、もうリアルな話なので、やっぱ大事なのはコンスタントに続けることだなと思いました。一方でね、動画って最初のにお話ししたところで生きてるなとやっぱ思いました。出した後も動き続けているので、出すことにはすごいやっぱ価値があるなと思いましたね。で、今後どうなっていくのかっていうのは、まあ、YouTube のアルゴリズムに委ねられているところはあるんですけど、まあ、今後もそこに期待しつつ、自分でもいろいろ創意工夫をしながら続けていきたいなというふうに思っております。ということでですね、最後になりましたが、皆さんいつも応援いただいて、ありがとうございます。皆さんのおかげで今の僕があると言っても過言ではありませんので、今後もぜひ応援していただけたら幸いでございます。これからもね、映像制作のこと、フリーランスのこと、いろいろ発信をしていきますので、ぜひチャンネル登録、いいね、気になることがあればコメントなどもお待ちしております。次回の動画でもお会いしましょう。じゃあね。